ソユーズ9号は1970年に行われたソビエト連邦の有人宇宙飛行である。二人の乗組員は約18日間という当時の宇宙滞在時間最長記録を5年ぶりに更新した。このミッションにより長期間の無重力状態が乗組員に与える影響と宇宙飛行士が軌道上で行うことが可能な仕事が研究され、 サルウト宇宙ステーションへの道筋をつけた。船長のアンドリアニコライフとフライトエンジニアのビタリー・セバスチャノフは18日間宇宙に滞在し、自身を用いて生理学や医学に関する様々な実験を行った。また、地球の家族とテレビでつながれ、FIFA ワールドカップを観戦したり、地上の管制官と地図で対戦したり、ソビエト連邦の選挙に投票したりした。 これは、この時に宇宙から初めて刺されたチェスの寄付である。このミッションでは、宇宙滞在の最長記録が更新され、月へのアポロ計画の飛行のように、宇宙旅行者がただ宇宙に長期間滞在するだけでは、なく、宇宙で生活することができるようにする転換点になった。地球への期間中、乗組員は弱っているように見え、通常に戻るまでに数十日かかった。 軌道上では彼らは運動時間の一部を実験機器の運搬時間に当て長い時間の無重力状態に対する彼らの体の反応は通常の運動を維持することの大切さを証明した。ありがとうございます。